これどうしよう。くそ。はい、できました。できました。魚介鶏骨ラーメン完成です。イエーイ。うまそう。これ写真撮らなきゃ。よし。じゃあいただきます。完璧じゃないかこれ。いただきます。いやマジ店美味しい。うん、美味しいです。完璧。えいちゃんありがとう。完璧だ。本当に美味しい。そう、ちゃんとゼロから作って。卵も完璧。冷凍して、これは誰かに作ってあげないと。うん、うまっ。マジでうまい。やっぱ出汁は最初からやるとやらないとじゃ全然違うが。うん、濃厚です。うん、まゆちゃんデリー初出勤だったよ。楽しくていっぱいシフト入れた。転職だね。転職。あ、たくまもさ、風俗で働いたらいいのにね。あんなにセックスの話するんだったら向いてるかもよ。ね、風俗男もあるよね。やればいいのにね。なんでやんないんだろう。めちゃくちゃ美味しい。してよ、なんかセックスなんかはどうしたらもっと気持ちよくなれるかとか、女が欲しいとか
ね、何でもタクマとかやるんだったらそっちのがいいじゃんね。さんと似てる？そう言われたことない。しかし美味しい。もみじを入れたことによって。私これ店開けるな。あの素人じゃない。うん。素人の。味じゃない。うん、臭くないし、ただものじゃないの。うん。え、別に冷凍すればいいじゃん。前を小分けして冷凍するよ、これ残ったスープ。卵が完璧、卵が本当に完璧。足りる。もうちょっとダイエットしないと。でもそのダイエット意識してたらどんどん胃がちっちゃくなって全然足りる。二郎系は大変なんじゃない。でも美味しいよね。二郎系ってさ、なんかこう、なんだろうね、うまいっていうか依存だよね。二郎って食べたくないもん、たまに。うん、これ二人前だ。それ二人前。ドンキに売ってたんだよな、二郎スープと二郎ラーメン。食べたいんだけど、二郎ってさ一食で2000カロリーぐらいあんだっけ。ちょっとね、ダイエット中食べたらなんかやみそう。体重計測ったよ。何キロだと思う。変動してないんだよね、体重。うん。まゆたけ食べたよ。ありがとう。どういうこと？いやでも私のこのラーメンはあのお店の味がする。いや変動によって
3日間食べてなかったんだけど55キロでしたね。何も変わってない。爆食いしちゃった、治ったら。今日も朝いちご、まあいちごは食べたのよ。まず朝ハムと目玉焼き丼食べて、その次に明太子ご飯食べて、でその次に卵かけご飯食べた。多分いちご以上食べちゃったかな。変動なんかもう食べてなかったからさ、もう食べたくて今日も結構食べちゃったんだよ。久々に食べたら美味しくって、うん、そう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 なんだよ。よくないよね。あ、美味しい。配信者みんな太るよね。せいじさんも100キロでしょ、うん、美味しい。でサラダ油ね、なんかキモいって思うっしょ。サラダ油なんだよ決めても。うん、ごちそうさまです。あ、そう、食べちゃったよ。ひーちゃんありがとう。100点ですね。100点。あ、36回ありがとうございます。美味しかった。お味噌汁にもコク出すためサラバ、そうなんだ。これは冷凍しときます。あ、もったいないスープ。1号って言っても2杯くらい。じゃあ多分3杯食べたから1号よりもうちょっと食べたかな。これラーメンのスープ完成。これめっちゃ美味しかったです。完璧、完璧の味。ひーちゃんの腹パン爆破事件についてどう思う？いや、なんかあのさ、名前忘れちゃったけどさ、その配信者の人ちょっと不気味だよね。なんかその人、私前知らなかったんだけど、その人物、なんかひでママのさ、あの家にいた人だなっていう覚えはあるんだけど、なんかあのその時にイベントやってて、その人名前なんだっけ。なんか、まあ、みんなひでママのタイトルにしてたけど、タイトルでひでママ見てて、俺イベント頑張るからさみたいなタイトルにしてイベント配信してて、ひでママの分もイベント頑張るっていうタイトルにしてて、テロップも。この人ちょっとさすがにそれはなんかキモいなと思ってた。なびっくりもしないというか、あ、ポジティブポンっていう名前で、ひでママの分もイベント頑張るよって、あのひでママがあのねいなくなった後もそういうのやってたから、
ちょっとなんかこの人なんか変だなと思ってた。よく枠も荒れないなと思ってたけど、あーすっきりした。これも冷凍して、冷蔵庫パンパンだよ。でこっちはまあお味噌汁とか、あとは鍋とかね、鍋のつゆ何にでも代用できるし、これも冷凍しとく。アピールのも、よし、ちょっと変だよねあの人も。でなんかそのそれもちょっと一瞬見てたんだけど、殴られたり殴ったりとかしたらさ、なんかリスナーとかはそういうのやめなよとか言うじゃん。赤出しでね、あの人のことを推してる人がブロックされちゃって、なんかなんだろう、俺の配信に文句あるようなやつはいらないとか、文句を言うんだったらなんか投げてから言えとか。この人がなんかそのシルプラだよね、シルプラの、まあ、シルプラでもすごいなって思うけど、なんか応援されないのはわかる。投げてから言えよとかさ、私でもそんなこと言わないけど、どんだけすごいんだよお前はって。じゃあお疲れ様です。奥さんいるんだ、子供もいるの、それであれなの。